Ladies and gentlemen 第1回メタルアカデミー賞メタルアカデミー賞はアーティスト自らが役者として演技しているヘビメタのプロモーションビデオの中で最も優秀な演技をしたアーティストを決定して表彰いたします。なるほど。審査委員長は脚本家でもあり映画の監督もされている工藤官九郎さんにお願いします。はい、わかりました。見事栄冠を勝ち取った作品にはこちらドクロ重いですねドクロオスカー像を送らせていただきます。そう、はい、なるほど。早速ノミネート作品の紹介に参りましょう。息もつかせぬハイスピードバトルでノミネートモトリークルー2ヤングトゥーフォーリンラブ。これはあれですね、カンフーアクションものやつですね。かっこいい、かっこいい戦ってますね。戦ってますね。結構ゆっくりめですね。本当本人ですからね。かっこいい。かっこいいな。かっこいいな。曲に全然多分関係ないですよね。全く関係ない。このピンクの世界観はね。見事な盾。ちゃんとやっぱりヘナッとしてるとこありますよね。やっぱり腰が入ってない感じは。やっぱ。決して一人では見ないでください。オジー・オズボーン、バークアット・ザ・ムーン。バークアット・ザ・ムーン、特殊メイクですか。あれ特殊メイク、特殊メイク、この頃流行ってる、流行ってる。そうですよね。あの薬飲んだ時の顔がちょっと芸人っぽかったですよね。だって芸人ですもんね、ほんとね。ボーカリストってやっぱ基本的に目指したいから、それで演技やってみて、これで味を占めて、じゃあ映画出ようとか役者やっていこうっていう人が多分多いんじゃないですかね。サウナで大暴れ、スポーツトレーニング巨編、ジューダスプリーストホットロッキー。スポーツトレーニングですね。筋トレしてる。筋トレしてますよ。こんな感じ。演技以前の問題になってきますよね。まあ、最高の名作ですよ。炭のとこにあんなにお湯入れちゃまずいでしょ。まずいですよね。あんなに入れちゃまずい。ちょっとまずいですよね。葉っぱでこうちょっとずつやる。凶悪宇宙人との壮絶なる戦い、クイーンズライチ、クイーンオブザライチ。これはですね、スターウォーズに影響された超大作と言っていいんじゃないでしょうかね。これはやりたい放題ですね。素晴らしい。これはかなりインパクトありますね。やっぱりでもメタルの方って体そんな鍛えてないじゃないですか。だからやっぱどうしてもアクションやると、あの逃げ方とかがドダドダドダ。あの緊張感がないのがいいですね。宇宙人迫ってきて銃持ってんだけど、あたふたして飲み込まれていくみたいな。あれは NG でしょ。でも多分時間がなくて、まあでも分かんねえだろうとかいう感じは。だって一回届いてたのを込めて悔しいって芝居だったから、あれはちょっとすいませんっていう話ですよね。果たして工藤官九郎が選ぶメタルアカデミー賞主演男優賞は。審査委員長の工藤さん、最初の発表お願いします。はい。ジューダスプリストの、ロブさんに。工藤さん、審査の決め手はどこだったんですか？アクションものとかいっぱい入ってて、いろんなアクションやってましたけど、はい、どのアクションが一番すごかったですか？やっぱりお湯かけるアクション。あのアクションがやっぱり一番ですよ。顔がね、ちょっとね、あの日本人っぽいですよね。成田美京さんみたいな、感じがね、ちょっとしますよね。メタルアカデミー賞主演男優賞に輝いたジューダスプリーストのロブさんには、こちらの黄金に輝く、おめですね、ドクロオスカー像を送らせていただきます。改めておめでとうございます。メタルディーバコンテストはプロモーションビデオに出演する美女の中からナンバーワンのセクシークイーンを決定します。はい、
審査委員長はですね、ドイツ人の奥様をお持ちになられていて、国際的な美女の審美眼が非常に高い蝶野正洋さんにお願いしたいと。そして見事、ミスメタルディーバーに輝いた方にはですね、こちらのドクロディーバー像を送らせていただきます。はい、こちらのディーバー像は東京メタルドールズのサイズバディがモデルになっています。どうなんだよね早速ミスディーバー候補のエントリーに参りましょう。超セクシーな女教師が登場、バンヘイレンホットフォーティーチャー。これはあれですね、あの女教師ものですね、これはね。おお、学校の先生ですね。燃える僕の学校はこんな感じだ。嘘だこんな学校アメリカみんなそうだよ絶対そう。女性のタイプとしてはいかがですか、うん、これぐらいがちょうどいいんじゃないですか。でもあのこれぐらいがちょうどいい最近レベル高いっすよね。最近すごいこうシェイプしたりとか、そういう筋肉つけてきたりとかね、最近の女の人やるじゃない。でこれぐらいのなんかちょっとこう女性らしさのある脂肪が乗ってるぐらいの方がいいかなと。スターの私生活を完全公開、ホワイトスネークヒアーイゴーアゲイン。この頃のですね、あのこれはデビッド・カバーデール、ボーカルのデビッド・カバーデールのガールフレンドなんですね。あ、そうなんですか。なんかすごい素敵な PV に見えてきました。けどあの、なんですか、レコード会社とかの金使ってあの自分たちのおのろけを見せつけてるだけっていうねPV なんですよ。だディープキスとかしてますから、最後の方で男は低いよね、これみたいなね自分の女出すなっつってね。だよね。一つだけいいなと思ったのに、体が柔らかい。ああ体硬いのはダメだから。いろんなこと考えるねこれ以上突っ込んでいいのかと思います。突っ込みたいと思うんですよね。パツキン美女軍団が参上、ビクセンエッジオバーブロークンハート。僕やっぱりそのなんていうか、高知県っていうね、島国の出身なんで、やっぱりあの外国人の方っていうのはそんな見たことなかったんですよやっぱり東京出てくるまで。だからこういうあの分かりやすいイメージのその白人女性っていうのがやっぱりね、憧れな気持ちはありますよね。だからこういう女性を見ると。え、マーティーは？まあね、あのすごい水準がすごく高いですよ。あのブリトニーぐらい綺麗じゃなければもう興味ないって感じで蝶野さんはこういう女性いかがですか？俺はダメだ。最初の先生がいいよ俺は。先生が強いですね。果たして蝶野が選ぶミスメタルディーバの行方は。さあ、このドクロディーバー像を勝ち取るのはどのディーバーなんでしょうか。審査委員長の蝶野正洋さん、グランプリをよろしくお願いします。お願いいたします。はい、じゃあミスメタルディーバーコンテスト流行るグランプリはバンヘイレンのホットフォーティーチャーに出ていた先生です。やっぱこうなんかナチュラル感というかね、なんかあの自然な感じがしていいですよね。ちょうどこう油が乗り切ってるのね油の乗り切ったちょうどいい年だと思うななるほど、さすが目が肥えてらっしゃるのでね見事ミスメタルディーバの栄冠を勝ち取った先生には応募に輝くこちらドクロディーバ像を送らせていただきます。改めておめでとうございます。おめでとうございます。